始め。できた。どの特性を残そう。これ、いくつ作ろうかな。これくらい休もうかな。それじゃあ何を作ろうかな。これいくつ作ろうかな。これで第一。それじゃ一瞬で終わらせてあげるわ。えっ、それはっ。余裕。えっ、私に任せなさい。余裕。この程度。え、それはっ。そうはさせないわ。余裕。この
程度。えい、私に任せなさい。ほーれ、はっ、余裕余裕。えい、ほーれ、はっ。ま、こんなものかしらね。
か？どれを作ればいいんだ？おいおい、ジョーちゃん。できたぜ。よし、できた。ほれ、持ってみな。はい。お、軽い。まるで羽毛みたい。だろ？その軽さで、しかも金属繊維製だからな。生半可な刃物じゃびくともしねえ。なんか不満か？あ、いえ、不満ってほどじゃないんですけど、そのこれだけ軽いとちょっとの風でもめくれちゃいそうで恥ずかしいかなって。恥ずかしいだ？普段そんな格好しといて何を今さら。私の服のことはいいんです。そしたらあれだ、下に桃引きでも履けばいいじゃねえか。そしたら恥ずかしくねえだろ。桃引きって別の意味で恥ずかしいですよ。なんでだよ、隠すとこ隠れりゃいいじゃねえか。冬場はあったかいし。はあ、もういいです。桃引き以外で自分で何か考えます。おう、どれを作ればいいんだ？こいつでいいんだな。こいつでいいんだな。よっ、できたぜ。こいつ、また来いよ。
さ。今日もトトリちゃん帰ってこないのかしら。お母さんもそうだし、お父さんはいてもいないようなもんだし、なんかいきなり一人きりになっちゃったみたい。ただいま。嘘、やだ、トトリちゃん帰ってきたの。お姉ちゃんただいま。ごめんね、帰ってくるの遅くなって。ごめんねじゃないわよ。全然連絡もよこさないで。だいたい帰ってくるなら前もって言ってくれなきゃ。その全然ごちそうとか用意できなかったじゃ。あ、ごめん、また後で聞くね。調べたいことがあるから。ちょっと何よ。もうトトリちゃんなんて知らない。コンテナコンテナっと、はい。やっぱり減ってる。私が向こうで使った分、どういう仕組みなんだろう。いらっしゃい。この手同じように作って販売してるんですって。あー、知らなかった。もちろんお店によって作ってくれるものが違ったり、そもそも絶対に作れないものとかもあるらしいんだけど、それでね、私もその量販店をやってみようと思うの。それじゃあ、私はお姉ちゃんに作ってほしいものを持ってくればいいんだね。あまり難しいものはできないけど、トトリちゃんがいいものを持ってきてくれれば、このお店も少しはお客さん増えるかもしれないし。そっちはあんまり期待しないでほしいけど。
ファメラさんって以前はアーランドでお店をやってたんですよね。え、そうよ。私が退屈でしょうがないって言ったら、アストリッドさんが用意してくれたの。アストリッドさん？ロロネのお師匠さんよ。つまり、トトリはアストリッドさんの孫弟子になるのね。トトリ、お姉ちゃんってことはあの人
のお姉さんなのよね。え、言ってることよくわかんないけど、お姉ちゃんはお姉ちゃんだよ。質問の仕方が悪かったみたいね。あんたのお父さんから母親がいないって聞いたものだから、その、うん、お母さんはもう何年も帰ってきてなくて、料理とか掃除とかは全部お姉ちゃんがやってくれるの。お父さんはあんな感じだし。姉がいる分だけうちよりはマシか。ん？何か言った？何も。で、あんたは？ん？私？そうよ、家のこと全部お姉さんにやらせて、あんたは何をやってんのよ。それは錬金術とか冒険とか。まあそうだと思ったけど。ダメよ、たまには手伝いくらいしないと。してるよ、本当にたまにだけど。で、なんでいきなりお説教されてるの私。説教じゃなくて命令よ。あんたはもっと家のことを手伝いなさい。いいわね。私も自分のことで忙しいし、それに。いいわね。はい。よろしい。あんまり長居したらまたお姉さんに気を使わせちゃうわね。今日は帰るわ。ごめんなさい、お待たせしちゃって。あら、ミミちゃんは？帰っちゃった。ねえお姉ちゃん、今日の夕ご飯私が作る。どうしたの急に。お願いだからやらせて。出ないと後が怖い気がするから。失礼する。ここで錬金術の調合を行っていると聞いて。はい、一応錬金術のアトリエで。うわあ！どうした？何事だ？不本意ながら言われ慣れているからな。ごめんなさい。あ、そうだ、以前助けてもらいましたよね。私ちゃんとお礼言えなくて。助けた？
私が君を。はい、あの初めてアーランドに行った時のことなんですけど、馬車がモンスターに襲われて、その時に。悪いが覚えてない。そういったことは日常茶飯事なのでな。そうですか。どうしたの、ジョトリちゃん。すごい悲鳴が聞こえ、ああ、誰この顔の怖い人。連続で来ると答えるな。とにかくお姉ちゃんは向こう行ってて。うん、あの本当にすみませんでした。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。いや、いい。本当にいいんだ。未だに君の師匠にも怖がられるくらいだからな。私の顔は。私の師匠って、あ、そうか、ロラナ先生とお知り合いなんですよね。クーデリアさんから聞きました。ほう、彼女から。はい、確か、ステルなんとかさんって言うんですよね。ステルケンブルクだ。ステルクでいい。ステルクさん、あ、私はトトリって言います。よろしくお願いします。まあそういう縁もあって少し話でもと思ったんだが、今日のところはおいとまさせてもらおう。怒ってないと言っている。もともと時間があまりなかっただけだ。むしろ懐かしい気がしたな。君の師匠と初めて会った時を思い出した。また近くに来たら寄らせてもらおう。その時は怖がらないでほしいものだな。Thank you.
作ろうかな。
つ作ろうかな。いらっしゃい。ご苦労だったな。それと、よっ、これくらいの依頼なら、このときはまたいつでも来てくる。いらっしゃ。それ、よっ、ご苦労。それと、よし、仕事が。